てめえこの野郎にゃろ舐めやがってよ。おらよてめえ、嘘でしょ。ドカン。口くさ。口くさ。スティッチ、口くさの嫌だ。あのさ、ディズニーでさ、スティッチがさ、会話してくれる やつあるじゃん。俺、あれバイトできる気がするもん。スティッチの声真似して、あの、会話してあげればいいでしょ。スティッチの好きな食べ物って何ですかって聞かれたら、俺はこう答える。うん、スティッチの好きな食べ物はな、ラーメン二郎。どこに誰がいるんだ、これ。全然わかんない。一番上のあいつから狙おうか。 OK。 銃声がでけんだよな。うわ、外した。 OK。 アクス外した。あれ壊そうか。 OK。外した。 OK。 OK。 うわー、やばい。 Oh my god。 なんか来てると思ったらミサイルだったわ。迫撃砲か。誰で迫撃砲ってんの、おめえか。OK。 いや、ステルスで行きたかったのにな。 OK。 ヘッショー。あいつ中にいるやつ倒してもらおうか。あ、くそ。あー、スナイパー下手くそ俺。 OK。 動かれると当てられねえよ。いった、やば。弾がねー、弾がねえよ。ダイナマイトで行くしかねえ。クソ、外した。うわー、もうムカチク。あばいやばいやばい、迫撃を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 食らえ。全然知らねえじゃんこいつ。てめえくたばれこの野郎。やばい、猫が死んじゃう、俺の相棒が。 OK。 上のやつ倒しに行こう。あいつ厄介だね。どこ行った？ああ、終わったわ。どこにいたんだろう。あなたがそこで救済を。クリア？余裕だぜ、こんなん。道を歩む者たちは自ら選んでそうしてるの。あなたに彼らを止める権利はない。彼らは救済を求めている。こっちですか。もう二度と彼らの邪魔はしないで。とかなんとか言われてる。とにかく渡せないんだ。こいつに話して宝物の場所を聞くんだ。俺たちだけじゃ守りきれなかった。地元のメカニックがカルトに気をつけろって騒いでた時期が。そう、今はね、お菓子食いながら実況してますよ。物資の車を準備してたのに結局捕まったらしい。奴のガレージに何か残ってるか見に行ってもいいかもな。ワンチャンあれ狙えるか。狙えなかった。乃木坂好きアスカちゃんでいいのかな。
いらっしゃい、夜中のライブお疲れ様です。ありがとうございます。恐れは弱さ、ファーザーは強さの象徴。どこに何がいるのか分からずに俺も撃っちゃったんだけど、やばい。オッケー、どこだ、あの世に送ってやんぜおめえら、ほらよてめえこの野郎にゃろ、舐めやがってよ、ほらよてめえ、嘘でしょ、強えじゃねえかお前。はい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 、かかってこいやもっと。さあでパーティーの始まりだ。おっと、僕を楽しませてくれよ君たち。ドカン。さて獣同士の戦いだ。気分佐藤さん、気分は佐藤さん。気分はアジンの佐藤さん。とにかく宝石マークのところと市民のクエスト、動物の皮でお金とスキルポイントを貯めた方がいいですよ。ジェソップ栽培所の近くにいるならちょっと頼みがあるんだ。フィーニーという名に聞き覚えはあるか。いや、ないですね。薬剤師だったんだが、今はカルトで祝福を生産してる。フィーニー、そこで考えたんだが、祝福の花を燃やせば奴の注意を引けるはずだ。奴が追いかけてきたらあとはわかるな。君の見事な仕事ぶりは知ってる。奴はいくつもの家族を傷つけてきた。アイテムロ、ゲーム中関係ない話をすいません。乃木坂って興味ありますか。いや、ないですね。僕アイドルとか興味ないんですよね。殴ってやったぜ、うるせえババだ。これを焼き払えって書いてあんの。あ、これこうか。はい、はい、あとはそこね。よっしゃ、燃やした。だから火炎放射器があったんだ、上に。どこだ、火炎放射器あった。だから火炎放射器あったのね。オッケー、やばい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 、燃えちゃう燃えちゃう燃えちゃう。あとは銃で撃ちまくる。麻薬の売人なんちゃらをぶっ殺せばいいのかな。あんぶっ殺せだなんてお口が悪い。もう樋口、あのヘリを倒せばいいってこと。あいつを倒せばいいのか。始まったよ幻覚、始まりました幻覚。口くさ、口くさ、スティッチ、口くさの嫌だ。あのさ、ディズニーでさ、スティッチがさ会話してくれる やつあるじゃん。あのファインディングにものさ、あの亀みたいなやつ、スティッチのやつあるじゃん。俺あれバイトできる気がするもん。スティッチの声真似して、あの会話してあげればいいでしょ。私たちは何をしてるかわからない。でも俺の罠、ただの無関心。どうも僕スティッチだぞ、つって。あなたはあちこちで何の悪意も持たない人たちに。じゃあスティッチに何か質問ある人。じゃあそこの怖い顔のおじさん、つってやればいいんでしょう。今日お誕生日っていう人だろうって。あなたが信じてないのは分かってる。
やりたくない？これがこの物語の結末。あなたの力じゃ変えられない。スティッチの好きな食べ物って何ですか？って聞かれたら俺はこう答える。うん、スティッチの好きな食べ物はな、ラーメン二郎。彼は違う。スティッチラーメン二郎大好きっていうわ。わ、隊長。よう、新人。来い。ほら、大丈夫だ。隊長。俺を連れ帰る気だろう。やっぱり言うと思ったワロト、それは、うん、それはワロト。大佐、何時までやるつもりですか？とりあえず3時ぐらいまでやろうかな。お前の気持ちは3時ぐらいまでやろうかなと思ってます。俺を助けに来てくれ。なんか違うんだ。俺は戻りたくない。絶対に。こいつも洗脳されてんな、完璧に。これまで自分の人生を考えてみたことがある。あ、そう、スティッチのエンカウンターってやつね。実際に何をしたか。わかります。あ、わかりました。一回抜けます。まだやってれば来ますね。了解です。あずかちゃん、どうも。また後で。人気歌手、スポーツ選手、映画スター、誰でも成功できる。スティッチ8時間はしんどくない？それは真実じゃない。いや、さすがにあれ一人でスティッチやってないでしょ。何人かバックいるでしょ、絶対。ローテーションだと思うよ、あれ。人生を生きている。だってあそこら辺って本物の人がやってるわけじゃないんでしょ。っていうか、ワンチャンあれ、なんだろうね、機械でやってんのかな。自分には、それとも本当にモノマネ、声マネが上手い人たちがやってるのかね。命じられたこと以外、そこわかんないよね。いや、本物の声優雇ってやってるわけじゃないでしょ、あれ多分。そのスティッチにしろ。だってスティッチの声優って誰だっけ？山寺さんだっけ？山ちゃんだよね、確か。さすがに山ちゃんはずっとあそこにいるわけじゃないもんね、絶対。あれどうなったんだろうね。嘘なんだ。ファークライは最初にお金とスキル解除した方がいいですよ。タイジさんはスネークのエンカウンターですね。あ、やっぱりあれ人がやってるんだ。ね、スティッチの声は山ちゃんだよね。やっぱ、じゃあ声真似が上手い人がやってるんだ、あれ。使い走りもくだらないゴミ拾いも。タイジさん、動画に出た友達の中だったら誰推しですか？ちなみに自分はクロスさんです。誰推しってどういうことで？それ俺に聞くの？誰推しですかって。俺だって関係者じゃん、俺。そんな人生なんか。それは違うだろう。ね、よく聞くとさ、声違うよね、あれ確か。俺動画でもさ、やってる人いるじゃん。俺ちげえなと思ったんだよね。え、俺の方が上手くねって思った。普通にそこ変われって思った。変われって思ったんだ。あ、声変える機会か。ワンチャンそれあるね。喋ってんのは人間だけど、その声、スティッチモノマネとかじゃなくて、なんか機械を通してこうスティッチの声にするみたいな。それあるね、多分。ワンチャンあるかもしれない。重要なのはそれだけだろう。幸福だね。声変える機会があってね、それやってんのかもしれないよね。どこ行くんだハゲ。どこ行っちゃうんだよ隊長。どこ行くんだよ。行っちゃったよハゲが。祝福を信じるな。バークを捕まえるんだ。あ、バークを捕まえんの？オッケーオッケー、任せろ。いや、どうやって通らせないようにすんで。走れ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 。任せろ任せろ。助けちゃる、バーク。お前は俺の仲間だ。あんたを一人にはしない。テイクダウン。大地は下ネタ言っちゃうから無理だね。無理かな、やっぱり。やったね。トレイシー注射のようにだ。おい、落ち着くんだ、バー。見ろ、俺を見ろ。よし、やめろ、やめない薬を。いや、やめてくれ。バー、暴れるな。やめろ。バー、いいか、落ち着かせたいだけだ。ダメだ、
大丈夫か？俺は大丈夫だ。来ないでくれ。よし、さあ横になれ。銃を下ろせ。ドレイシー。何も聞きたくない。嫌なことはしてた。最初からそう言ったでしょ。あいつも分かってない。どうやって頭に入り込むかも。なんかすげえ状態だな。タイチ、ラスカルとセナだったらどっちが好き？タイチ、ラスカルとセナだったらどっちが好き？どっちも好きだよ、俺は。俺はどっちも大好き。元気か？体調覚醒した。でも体調取り戻せたね。脱出しておく。